はい、こんにちは、やすです。今日はね、2021年3月31日、雰囲気で投資するな、株価決定のメカニズム、正しい株価というね、内容でお届けしたいなというふうに思っています。今ね、毎朝ね、ニュース動画やってますけども、まあちょっとね、プライベートの方も若干落ち着いてきたので、まあ今後はね、できれば週に4日ぐらいは、こういった、まあトピック動画とか、個別銘柄動画っていうのをね、少しずつ増やしていければなというふうに思っています。で、今日は、まあ2月3月の相場において、まあ株価が大きく下がりました。で、今、まあどこが底なのか、いつ反発するのかっていう状況になっていると思うんですけども、まあ今日はそれをね、まあちょっと考え方の助けに、なる考え方として、そもそも、ちょっと一旦マーケットからね、一歩引いてみて、そもそも株価ってどうやって決まるんだっけ？そもそも株価の決定の価格のメカニズムはっていうね、ほんとそういう基本の木っていうところをちょっとね、お話しようかなというふうに思ってます。で、やっぱそこを把握することによって、今までの株価、今日の株価、将来の株価っていうのがやっぱ正しいか異常なのかっていうのね、ある程度ね、予測つくような考え方ができるかなというふうに思うのでね、ぜひね、今日の移動がね、いい内容になってると思いますんでね、最後まで聞いていただいてよければね、チャンネル登録、いいねしていただければ嬉しいです。はい。まあ、あとね、まあ多分明日の動画は若干不真面目になるものとなると予想されるのでね、今日中に真面目な動画を出しておきます。はい。初めての方に自己紹介なんですけども、日本でもともとエンジニアしてました。で、アメリカのゲーム会社でデータアナリストとして、今米国の投資事業してます。今日もね、一件投資がクローズしたところで結構ね、個人としてはまあ気持ちいい感じで一日を終えられてます。Twitter の方、ちなみに NFT 関連をやりました。はい。スタートアップの方ですね。で、ツイッターの方ね、ヤスラブズテックってアカウントでね、ツイッターやってますんでね、もしよろしければこちらもフォローよろしくお願いします。で、まあ今日は特にね、個別銘柄の紹介とかしてないんで、それほどね、影響あるような感じじゃないんですけどもね、まあもし私の動画が皆さんの投資判断、行動にね、少しでもね、お役に立てれば幸いです。で、本題に入る前に、今の相場に対する私の基本スタンスなんですけども、私は今4月から12月にかけて非常にこの長期投資に対して素晴らしいタイミングが来るというふうに考えています。ただ、マーケットは今後どんどんスローになっていきます。ただ、モメンタムに左右されずにね、シンプルに企業の売上と決算によって株価が上がっていく。まあ、よくても1年でダブルバガーみたいな。まあ、そんな感じのね、相場になっていくふうになっていくかなというふうに思っています。まあ、この辺の内容はね、先週末に出した動画にね、もっと深く書いてあるので、こちらを見ていただければと思います。こちら動画詳細欄に貼っておきます。で、短期的には私は今、一旦 Q1 の決算待った方がいいかなというふうに思ってます。まあ、これもね、Q1 の決算待った方がいいっていう考え方もちょっと次の動画でやろうかなというふうに思ってますけども、まあ、一旦その Q1 の決算待った方がいい理由とかを次の動画で紹介する前に、今日は改めてね、そもそも株価ってどう決まってるんだってお話しした上でね、まあ、Q1 の決算をどう迎えるかって話をね、次していければなというふうに思ってます。で、本題の、まあ、株価はどう決まるかってお話なんですけども、まあ、そもそも時価総額と株価。そもそも株価っていうのは時価総額割る発行株式数で決定されます。で、普段ね、投資をしてるとね、まあ、テスラ600ドルに10万円入れるとか、テスラ600ドルに100万円入れるとか、まあ、そういった感じで見がちですよね。ただ、実は私たちが扱っている商品、あえて言うと商品っていうと、10万円、100万円じゃないんですよね。その商品の価格っていうのは会社の価格、すなわち時価総額になります。なので、テスラに10万円、100万円投資して、まあ、その100万円が110万円になった、10万円が20万円になったみたいなところで、わーいとか、わー残念とか、そういうふうに見がちなんですけども、本当の見方っていうのは、自分の値段が上がった下がったではなくて、自分の投資した会社の価格が上がったか下がったか、時価総額が上がった下がったかっていうのが、まあ、本質的な話になります。で、時価総額がなんで重要かっていうと、例えば、普段私たちが買うものに置き換えてみるとわかりやすいと思うんですけども、例えばビッグカメラ行ってパソコン買いますってなると、だいたいパソコンの価格のベースラインって10万円だったりしますよね。10万円。で、もしそこの売り場に50万円のパソコンとかがあれば、安いと思わずに、あれ？
なんでこれこんな高いの？まずすげえ高いじゃんと思いますよね。でも、実際スペックを見てみると、ああ、CPU も GPU も最新の積んでるんだ、うわ、メモリ3倍積んでるんだ、とか、わ、液晶は2倍なんだ、とか、充電なに今までの3倍長持ちするの？とかね。まあ、そういうの見て、まあ確かに50万円の価値あるかもな、とかね。いや、これスペック見たら全然これ15万ぐらいでしょ。なんで50万するの？まあそういう判断すると思うんですよね。逆に、車のベース価格って大体どこくらいですかね。200万円くらいですか？車って大体。ちょっとね、そこら辺はあんまわかんないけど、まあ200万円だとしましょう。で、ある日、新車買いに行ってトヨタのディーラーさんに、車欲しいんですけど、つって、いや、じゃあ、いい車ありますよ。20万円ですよ。つったら、それはそれで逆にびっくりするじゃないですか。え、なんで20万円なんですか？みたいな。安いけど、本当に走るんですか？とか。で、実は調べてみると、もうリコールがめちゃくちゃある車だったりとかね。するわけですよね。なので、我々の実際この生活で物を買い物するときでも、やっぱ、物の価格って意識してるんですよね。これだったら大体10万円ぐらい、これだったら大体200万円ぐらいみたいなのをベースラインとしてあって、そこから、価格の調整に入ってると思うんですよ、頭の中で。なので、その少なくとも長期に関して言うとね、短期中期とかではチャートとか値段とかレジスタンスとか見るのは重要なんですけども、長期ではどちらかっつったら、その会社の価格を見て、その会社の価格が上がっていくかどうか、下がっていくかどうかっていうのが非常に重要で、その価格が適正かどうかっていうのがすごく重要。たとえ10万円投資しても、100万円投資しても、買ってる商品はその会社の例えば、まあ、テスラだったら大体60兆円ぐらいだと思うんですけども、その60兆円っていう商品の 0. 何パーセントを買っているので、見なきゃいけないのはその会社の価値、商品。で、それを発行式株式指数で割ると株価になるよっていうね、まずここが本当基本の基でありまして、まあ実際私の本業としているスタートアップ投資とか、私の投資仲間も話をするときは基本的に投資する金額ではなくて、この会社の時価総額が本当に妥当かどうか、この時価総額がその2年後3年後、ちゃんとこの時価総額が、まあ、我々が扱う時価総額というのは30ミリオンとか40ミリオンとかですけども、そういった時価総額がちゃんとこう3年後に100ミリオンになるとか200ミリオンになるかっていう話をちゃんとして、その中でいくら投資しますかっていう話。これは本当に、スタートアップとかベンチャーキャピタルの投資会で行われている普通の会話です。で、時価総額はどう決まるかっていう話なんですけども、まあ時価総額が大事ですよっていうのは分かったんですけど、時価総額がどう決まるかって話なんですけども、グロース企業に関して言うと、PSR っていう、この変数 X によって決まってきます。時価総額1億、あ、ごめんなさい。売上1億円の会社が PSR1 であれば時価総額1億円です。売上1億円の会社が PSR10 であれば時価総額10億円です。で、この PSR っていうね、マジックナンバーで時価総額が決定されるので、これが本当に非常にややこしいんですよね。で、ちなみに今回はPSR、グロースに限ってお話をしていきますけども、だいたい時価総額を100ビリオンぐらい超えたあたりから、純利益かける PR、EPS かける PR っていう計算式に変わってきます。で、それは別に考え方が売上の何倍変われてますかから、当期純利益の何倍変われてますかって考え方が変わっていくので、多少の差異はあれ、基本的な考え方は、PSR と変わらないので、まあそこはね、時価総額100ビリオンを超えた会社に関してはそういった応用としてね、見てもらえればと思います。なので、またちょっとズームにとかスクエアに戻るんですけど、ズームとかスクエアっていうのはもう100ビリオン超えてきてるので、徐々に PSR から今度 EPS、PER っていうね、そっちの方に軸足が移っていくので、考え方的にはね、そっちの考え方をしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。で、時価総額がこうやって決まるので、じゃあ時価総額の変数は何かっていうと、売上かける PSR です。なので、会社の価値が1年後、2年後、今、10ビリオンの会社が1年後15ビリオン、2年後20ビリオンになるかどうかの考え方は、1年後売上が上がっていくか、1年後 PSR が上がっていくか、この2つの変数によって1年後の期待時価総額っていうのが変わってきます。例えば、YOY 50%伸びてる会社、売上1億円で YOY 50%伸びてる会社、PSR が10であれば、時価総額が10から15億円になります。なので、みんなが期待することは、時価総額10億円の時に YOY が50%であれば、まあ、それは売上が1億円から1.5億円になって PSR が10かけるから時価総額15億円になるよね。売上1.5倍になるじゃん、みたいな。そこまで深く考えなくても YOY が50%成長してるんだらほっとけば1.5倍になるでしょ、みたいな。でも実際に往々にして起きることっていうのは、
株価下がったりするんですよ。どういうことが起きてるかっていうと、確かに売上は、1億円から1.5億円になります。ただし、PSR が10から5になります。このケースでは、時価総額が7.5億円になるんですよね。計算すれば、そういうふうになると思うんですけども。本来、時価総額15億円、10億円から15億円を期待したのに、時価総額は10億円から7.5億円なんですよね。これが、やっぱ PSR を把握してないと、陥る罠なんですよね。というものの、ここでやっぱ重要なファクターとしては、売上が1億から1.5億円に成長したので、PSR が10から5に落ちても、時価総額が10から5に落ちるんじゃなくて、10から7.5億人に落ちたので、やはり、PSR も重要なんですけども、売上がどんだけ成長するかっていうのも、両方ともね、それぞれ重要です。ただし、売上っていうのはやっぱ決算を見て、ちゃんとその決算情報を予測すれば、売上っていうの予測っていうのは大体やっぱ、ある程度立ちやすいので、そんなにその時価総額が大振れするようにはならないんです。やっぱり時価総額っていうのはこの PSR によって非常に大振れしていきます。で、これ今から PSR の話をしていくんですけども、PSR はね、このあたりの動画も参照してもらえればと思います。こちら動画詳細欄に貼っておきます。じゃあ今日のね、本当にメインテーマである PSR はどう決まるかっていうね、話になっていきます。最適な PSR っていうのはね、本当めちゃくちゃわかりにくいです。まあ、昨日まで PSR10 だったものがいきなり9になります。そしたらいきなり株価10%落ちますからね。なので PSR って本当に気まぐれで、すぐ落ちたりすぐ上がったりするので、非常にわかりにくいです。ただし、PSR を分解することによって一つだけ言えるのは、どういう時に PSR が上がりやすくて、どういう時に PSR が下がりやすいかっていうのはわかります。そうなってくると、やっぱり PSR が下がりやすい局面ではやっぱ手つけづらいな。PSR が上がりやすい局面ではすごく強気でいけるなっていうのがね、感覚としては出てくるので、最適なのは分からないけども、PSR が上がりやすい内容、上がりやすい事象と下がりやすい事象を知っておくことで、今後のね、長期投資における、まあ、さっき言ったね、本当は10億円が10億円、15億円になるのが10億円が7.5億円になるみたいなのをね、防げるんじゃないかなというふうに思ってます。今は PSR が下がりやすい局面です。PSR を構成する3つの要素があります。3つを構成する要素は、まず1つ目がベース PSRF です。まあ、ちょっと PSRF っていうね、新しい概念をこの動画限定で持ち出してます。PSR ファクターっていうね、の頭文字を取って PSRF にするんですけども、これは先ほどの氷の例で言うならば、まあ、パソコンって大体10万円だよねっていうのがベース PSRF になります。車は大体200万円。そうですね。他で言うと何だろう。他、まあ、家で言うと大体3000万円とかね。これが大体のベース PSR です。だから、パソコンが10万円で家が3000万円。だからパソコン10万円ってめちゃくちゃ安いじゃんっていうのはまた全然違う議論ですよね。比べ物が全然違うので。それと同じように事業形態、利益構造、企業サイズによって、このベースラインとなる PSR っていうのは変わってきます。これちょっと後でお話しますね。で、米粒銘柄の決算 PSRF っていうのは、やっぱ成長が減速してるか加速してるかっていうのが主な量になります。今、さっきの例で言うと、パソコンが10万円っていうのがね、ベース PSRF だとして、じゃあそれでスペックがね、ちょっといいと、やっぱ価格が2、3万上がる。スペックが標準よりちょっと悪い。型落ちしてると価格がマイナス2、3万上がる。これが大体ね、決算 PSRF のね、概念になります。マクロ PSRF っていうのは、ほんと個別銘柄とは全く関係ない、外部要因で価格が決まってきます。で、しかもこれはすごいでかいです。例えば、パソコンが今だいたい10万円ぐらいですよねっていう、相場感だと思います。で、まあ、今需要と供給が一致してね、パソコンが10万円でなんですけども、じゃあ例えば、ちょっと極端な例を言うと、ある日法律が改正されて、人々は2年に1回、パソコンを買い替えなければならない。そして一人パソコンを1台以上持つことが必要とされてるみたいなね。まあそういう法案改正がされたとします。そうなった場合にどうなるかっていうと、需要は今まで、やっぱ買い替えサイクルとか買う人が一定っていうものを計算されてきたのに、いきなり需要が2倍3倍になるんですよね。そうなってくると供給がすごく少ないので、パソコン価格っていうのは全体的に上がります。しかもそれもすごく上がります。下手したらパソコンのベース価格が10万円から20万円になったりしますよね。まあよくキャベツが不況だとか、不作だとか、サンマが取れませんでしたっていう時にね、キャベツの価格が上がったりとか、サンマの価格が上がったりっていうのもね、マクロ要因によって、価格が変わります。
まあ、これは本当個別銘柄に関係ない外部要因で、これが本当に大きいです。で、去年まで起きてきたことは、二つ。異次元のアメリカの金融緩和によって、お金がマーケットでダブついたこと。二つ目。マーケットにおける企業の勝ち負けが非常にはっきりしてて、ほとんどの銘柄が負けてる中で、テック銘柄だけが勝ってた。なんでこのダブついたお金が一気に集中してきて、売上の10倍買われてるところが20倍、30倍も買われていくような状況になったっていう感じですね。なんで PSR を理解するためにはこの3つの要素があるんだっていうことをね、まず認識してもらえればなというふうに思ってます。で、これらが次のところでいくんですけども、もう一回戻ると、時価総額っていうのは売上かける PSR です。両方とも重要です。売上かける PSR。で、売上っていうのは非常に予測、まあある程度予測しやすくて、まあ毎回の決算ごとにちゃんと確認できますけども、PSR っていうのは非常にもう一日一日でこうなんかグワングワンしていきます。で、その PSR を構成する3つの要素が、ベース PSRF、決算 PSRF、マクロ PSRF になるっていうね。なので、この、それぞれの PSR がどういった時に上がりやすくて、どういった時に下がりやすいかっていうのを理解するだけで、時価総額がどういった時に上がりやすくて、どういった時に下がりやすいかっていうのをね、理解できるんじゃないかなというふうに思います。この動画では、PSR の決定要因を説明するためだけに、PSRF なる概念を使ってますけども、まあ、今日の動画だけです。次回以降の動画では私 PSR だけを使っていくので、まあ、ここだけの話としていただければと思います。で、2020年は本当マクロ PSRF が強かったです。本当はマクロ PSRF だけで価格が決まってた。で、2022年以降、今年じゃなくてね、今年はマクロ PSRF の影響力がだんだん弱まっていく年で、2022年以降は、まあ、ベース PSRF と決算 PSRF の、ね、決定力が強くなるかなというふうに私は今予想しています。まあ、これはちょっとね、順に説明していきます。マクロ PSRF っていうのは、まあ、マクロ的な要因で決まりますよねっていう話です。で、PSR を決定する決定力で一番でかいです、影響力が。例えば、金融緩和だと、これは10、20を押し上げるようになります。金融引き締めだと10、20を押し下げるようになります。今は、金融引き締めの、将来的な金融引き締めを睨んで、PSR が10、20、どんどん下がっていく局面にいます。なので、いくら、決算 PSRF でね、2、3上げていくような状況があっても、マクロ的な状況で PSR がどんどん下がっていきます。その他、国策、政策、石油の値段とかね、外部要因で決まってきます。昨日ね、クリエネ関連結構反発しましたけども、他の小型銘柄に比べれば。それやっぱバイデンさんがね、クリエネに関する新しいインフラ整備のプランを出してくるだろうと見込んで、やっぱクリエネ関連っていうのは反発は強かったですよね、とか。スエズ運河の時に、詰まっちゃった時にね、確かあれオイル価格上がりましたよね。で、上がった時に、そしたらその、石油関係の株は上がってったのかな。まあ、ちょっとあんま正しくは覚えてないですけども、まあ、マクロ要因に決まってきます。なんで、それは個別の銘柄の力とか、その、ベースとなるね、価格ではなくて、マクロ要因によってグワングワンしていくって一番大きいです。で、まあ、コロナ以降の相場っていうのは、このマクロ PSRF っていうのがどんどん拡大してきました。本当、わず3ヶ月ごとに10ずつ上がっていくみたいなね。10、20、30って上がってきて。で、今、2月ぐらいが本当ピークで30ぐらいだったって話ですね。で、今はコロナのマクロ PSRF が正常に戻りつつあります。まあ、すごく概念だけで言えば、2月の頭は30だったのが、今だいたい20ぐらい立てて、今また10に向かってってるみたいな、そんな感じのね、マクロ PSRF 要因なので、私はこういうふうに見てるから、今はね、触らない方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。決算 PSRF っていうのは、一般的に売上利益成長が加速すると、これは PSR を2から3押し上げる要因になります。まあ、10%加速するとって感じですかね。なので、YOY が10から20になると、それだけ PSR が2、3上がる。だから、決算が予想よりもいい。しかも、加速してるってなって、なると株価が10%パーンと上がるっていうのは、その瞬間に PSR が2、3パーンと上がるっていう感じですよね。成長が減速すると、決算 PSRF っていうのは下がっていきます。たとえ、YOY で20%成長してるのが、YOY 10%になって、売上上がってるじゃんってなっても、株価が下がるっていうのは、それだけ PSR が2、3押し下げるようになる。ここで3ヶ月、6ヶ月ぐらい、ズームで起きたこと、そして、直近でクラウドで起きてるってことは、どちらかって言ったら、この、売上成長が減速してるので、その決算 PSRF、企業が持っている決算の PSRF っていうのも下がっていくっていうことが起きてるので、よりこれらは株価が押し下げる要因になってるかなというふうに私は分析をしています。
で、最後、ベース PSRF ですね。さっきの話で言うんだったら、パソコンは10万円ですよね。車は200万円ですよね。って話なんですけども、これも、銘柄によってベースとなる、PSRF っていうのがあります。例えば、粗利が高くて、事業に再現性があると、やっぱ PSRF っていうのは高くなります。SaaS モデルのことですね。SaaS モデルっていうのは、だいたい粗利が6割から7割ぐらい。そして、サブスクモデルなので、だいたい今期の売り上げは、来期以降も、期待される。なので、粗利が高くて再現性が高いので、基本的にはその、何ですか、ベースとなる PSR は高めに出るんですよね。で、一方で粗利が低くて再現性が少ない事業だと、PSRF っていうのは低くなります。例えば、ハードウェア物販っていうのがいい例です。もう、ペロトンなんていうのは、みんなが今まで言われてきたことは、みんな一回買ってしまえば、もうその売り上げ立たなくなるので、再現性悪いんですよね。しかもハードウェアだから、粗利実は4割ぐらいしかないんですよね。なので、こういった再現性が悪くて、粗利も低い銘柄になると、PSRF っていうのは下がっていきます。まあ、ペロトンだっていうのは、だいたい5から10ぐらいがね、PSRF のベースラインだったりします。で、これらはね、将来的に生み出す利益から逆引きして決まります。なので、SaaS モデルっていうのは粗利も高いし、もう既存顧客が大体キャンセルもしないから、将来的な EPS っていうのはずっと伸びていくってことが期待されているので、PSR が高くてもそれが許容される。ただし、ペロトンみたいな物販っていうのは、一旦売ってしまえば、次のお客さんがまたバイク買うっていうのはなかなか難しいことなので、んでもって粗利も低いから、将来的にもたらす利益っていうのはそれほど期待できないよねっていうことで、PSR が5とか10とか低くなってくるんですよ。だから、あんまし、SaaS モデルの PSR が20っていうのを見て、あ、この銘柄の PSR10 だ安いっていうのは、そもそも、それは車200万とパソコン10万円比べて、もうパソコン10万円超安い、車200万円なのにっていうのと言ってることは一緒っていう話になります。で、ここは超難しい話になるんですけども、今ペロトンに起きてる話なんですけども、ペロトンはハードウェアで物販で粗利が低いと思われてきたんですけども、ペロトンのサブスクの会員っていうのは、YOY で百何十パーセントも伸びてます。で、これは粗利は物販よりも高いです。で、これは事業に再現性がある。そして粗利がタクタクになっていく事業にどん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 脱皮していくので、PSR だけで見るとわかんないんですけども、そのペロトンという会社の見方として、ベースとなる PSRF っていうのは、ゆっくりゆっくり高くなっていってるっていう感じなので、まあ、これは珍しいパターンですけども、まあ、こういったところもね、PSR を押し上げる要因になるっていうね、解釈になります。投資として一番いいのは、まあ、個別ベース PSRF っていうのは、まあ、よっぽどのことがない限り上下しないです。パソコンはパソコンです。だから例えば何ですかね。このパソコン、実はこう、なんか、パソコンの中をこう抜き出すと、これはスマートフォンになるんだよみたいなパソコンが販売された時は、この個別、そのパソコンの値段がね、変動する要因になるかもしれないですけど、そういったこう、なんですか、ウルトラ Q が出ない限りっていうのは、だいたい SaaS モデルの PSR は15ぐらい、物販の PSR は10ぐらい、広告モデルの PSR は15ぐらいみたいな相場感っていうのはありますので、ここはあんま変わらないんですけども、投資として一番いいのは、じゃあそのパソコンが10万円、車が200万円っていうのを前提として、決算がどんどん加速していって、マクロ状況もどん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 良くなるという時が、一番投資としては儲かります。なので、時価総額は売上かける PSR で、PSR のところが上がり続けるっていうところが、投資としてのパフォーマンスは一番めちゃくちゃよく出る。で、これが極端だったのが去年ですね。極端、去年はもう本当に個別とか決算どうでもよくて、マクロだけが上がり続けたので、もう何をやっても上がっていくっていうのが去年です。逆に、投資として最悪なのは、もう、マクロも決算も両方とも下がり続けるっていうのがもう、投資として一番最悪です。それが、本当に今の状況。今の状況は、特にテック銘柄で言えば、ほとんどの銘柄が売上成長減速していくシーズン入るんですよ。なぜなら去年、コロナのブーストで、事業の成長力がすごくあったんですよね。だから今年は、去年との YOY で見れば、すごくマイナスっていうか減速するんですよね。で、これは PSR を押し下げる要因になります。なんでもってマクロ要因でも、二つ。将来的な金融緩和の引き締め、観測と、ポストコロナ銘柄が、ちゃんと事業が戻ってきたことによって、テック企業から資金を引き上げて、他の銘柄に資金が移っていくってことで、マクロ PSR が急激に悪化している。なので今、最悪な状況が落ちてるっていうのが今の状況です。で、じゃあそうなった時に、今、
時価総額が売上かける PSR で、PSR を構成する要素は、ベース PSRF と、決算 PSRF と、マクロ PSRF だよね、試しです。じゃあ、正しい時価総額株価って何ですかっていうのを改めてこの3つの要素を使って説明すると、これはどういうふうに説明するのかな？了解です。そういう感じですね。今起きていることっていうのは、PSR イコール個別 PSRF、決算 PSRF、そしてマクロ PSRF、時価総額売上げる PSRF っていう中で、今の状況っていうのは、マクロ PSRF による時価総額の決定力がとにかく強いんですよ。もう他のところはどうでもよくて、去年の相場までは株価が上がるにしてもこの要因が強くて、2月からの相場はもう企業の決算関係なくここの下げが強いので、今の株価、時価総額っていうのは本当ここによって左右されているので、非常に難しいというか、特に今全体的にそのマクロが下がっている状況なので、何をやっても下がります。で、2020年に拡大したマクロ PSR は、まだほとんどの銘柄で戻りきってないので、まだまだここは下がる。というのが今の見方です。これは SaaS モデルの決算のブログをよく書いているジャミンさんっていう方がね、作ってるグラフなんですけども、ジャミンさんはエンタープライズバリューっていうのを使ってます。なので、そのエンタープライズバリュー割る売上。だから、エンタープライズバリューが売上の何倍買われてるかっていうんですけども、PSR と概念は似てます。エンタープライズバリューと、時価総額の違いは、時価総額に、確か、負債を足して、現金を引く、流動負債を足して、流動、じゃ、負債を足して負債、資産を引くとかね。ちょっと、その、私もそこまで詳しいものじゃないんですけども、そういった計算で出て、になります。なので、時価総額と非常に近しい。で、この計算式は PSR に比較的近しいとね、思っていただければと思います。で、このジャミンさんの分析を見ると、そのジャミンさんは SaaS モデルだけの分析をしてるんですけども、SaaS モデルのこのトップ10、PSR が高いトップ10のグラフの PSR の中落ちのグラフがこうなってて、その他 SaaS モデル全体の PSR の中落ちっていうのはこういうふうになってます。なので一旦ここは置いといて、その他の SaaS モデルの PSR だけを見ていく。エンタープライズバリュー割る売上を見ていくと、過去2、3年間の正常値って10なんですよ。正常値っていうのは10。だけど、マクロ PSRF が拡大することによって、2月まで20まで上がってたんですよね。ただ、景気回復、インフレ懸念があることによって、今、PSR っていうのは20から10に急に戻りつつある相場になります。で、私もこれちょっと間違ったのが、2月とかに金利が上がった時に、株価が落ちたんですけども、私はとは言っても、まだ FRB はテーパリング発表してない、政策金利上げることも言ってないし、FOMC のメンバーはみんな金利は2023年から上がるって言ってるから、とは言っても実態は金融緩和だろう、金融相場だろうと思って、私はだから PSR が20から、17、18、ゆっくり落ちていくのかなと思って、2月3月の反発した時とかに、お金を入れてしまって火傷したんですけども、どうやら今相場はもう、その完全に金融緩和の終わりを見据えて、この PSR がここ一番下に落ちるところまでもう進んでるんじゃないかっていうふうに私は今考えてます。で、それかどうかを見極めるために、Q1 まで待った方がいいんじゃないかなっていうような見方をしてます。なので、これがまだまだ下がるっていうことであれば、さっきも出したように、ここが下がりきってる状態では何をやっても無駄なので、基本的には触らない方がいいかなというふうに思ってます。で、実際ジャミンさんの分析によると、まだまだ今までの例年の標準にはまだ戻りきってない。14.2から10を、その割合を取ると、まだここから 29%PSR が下がるということになります。ちなみにこれは明日以降の動画でやろうと思うんですけど、PSR が下がるからといって、株価が29%下がるとは限らないので、それを明日の動画でやっていこうと思うんですけども、ただ少なくとも、向こう1年ぐらいは全体的に PSR が29%下がる圧力がかかるというのはね、前提として持ってもらえればと思います。で、正しい時価総額、正しい株価っていうのは、何をもって正しい、何をもって間違いっていうのは非常に難しいんですけども、今後私が思ってるのは4月から12月になるに向けて、
起こることは、このマクロ PSRF が、この10になるタイミング、まあ、もしくは11、12、若干金融緩和のね、残り香を残すと若干高いところに落ち着くかなって実はちょっと思ってるんですけども、少なくともこのマクロ PSRF の影響力がゼロになるとき、PSR が本当、銘柄全体で落ち切ったとき、どうなるかっていうと、そこから先のマーケットっていうのはもう PSR は上がっていかないです。PSR が10であれば PSR10 のまんま。で、あとは、決算が良ければ個別銘柄ごとにそれが1、2プラスされていく。決算が悪ければマイナス1、2されていく。売上は YOY50 の100で伸びていくっていうて、非常にわかりやすい計算式になっていくっていうのが、このマクロ PSRF が落ち切った時、影響力がゼロになった時っていうのは、もう、ここと、ここだけを見れば、向こう1、2年の時価総額が計算できるっていう、非常にスローだけどわかりやすい状況になるっていうのが、今年4月、12月にね、訪れて、まあ、そこまで来れば、だいたい、この、今までパソコン20万円で異常だって、で、パソコンの価格が18万、15万って下がってきて、どこが正常かわかんないっていうのが、だいたいこう、パソコンが価格が12万ぐらいまで落ち着いてきて、で、なんかパソコンの需要と供給も落ち着いてきてみたいな、だいたいこう、12万ぐらいのね、相場感なんだな、つって。じゃあ、あとはスペック見て価格考えよう、みたいな、来るっていうのが、正しい株価、正しい時価総額の水準なのかなというふうに思ってまして、私今投資としては、まあ、この状況になるのを、まあ、今か今かと、待ってるような状況です。で、これはまたちょっと次の動画でね、そこの話をしていこうと思ってるんですけども、まあ、ここがね、影響力ゼロになる、正常な PSR になるというのはどこかわからないんですけども、少なくとも、ここまで落ちても不思議じゃない。そして少なくとも、Google は去年の9月でここまで落ちてました。で、ペロトンもここまで近くまで落ちきってます。なので、他の銘柄に関してもここまで落ちる。少なくとも PSR を計算した時に残り30%ぐらい下がる可能性があるっていうのは、一応可能性としては全然あるのかなというふうに思ってます。私がペロトンに注目してるのは、もうペロトンはこれ PSRF がゼロに来てるんじゃないかというふうに私は思ってます。なぜかっていうと、これは PSR だけを取ったグラフなんですけども、さっき言ったように、この金融緩和に入って、ポレトンというのは PSR が拡大してきました。一時期20まで行ったんですよね。さっき言ったんですけど、ハードウェアの会社って大体5から10なんですよ。それが20も行ったらやっぱ異常は異常なんですよね。で、ここでワクチンが発表されて大きく落ちた。まあ、ウォークフロムホームですからね。で、また2月の相場で上がってって、で、2月で落ちた。ただし、この PSR10.7 っていうのは、このコロナ相場前の最高値に近いんですよ。さっきも言ったんですけど、今まだ金融緩和の残り香を残しているので、正常化に近づくとはいえ、一応やっぱコロナ前の PSR より若干高くなるところがベースラインとしてあるのかなというのを思ってると、プラス、ペロトンっていう企業の力自体は、去年の今より今のがまだ強いんですよね。ペロトンは去年 YOY60% とか70%ですよ。今年は一応まだ YOY 70、80、下手したら100っていうのをまだまだ出す。そして、利益構造もサブスクがどん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 増えてくるので、去年よりも PSR の状況は私はいいかなと思ってます。なので、私が今非常に注目しているのは、このペロトンが向こう1ヶ月で、この PSR を下に掘るか。それともやっぱここで横ばいになって、次の決算、売上が伸びた、売上が成長したっていうことに関して、純粋にこう、株価が伸びていくか。もし決算がね、減速するのであれば、PSR が、それに伴って2ぐらい下がる。PSR が8下がるっていうね。ちゃんとその業績に連動したようなところになるかっていうのをね、見るたびにペロトンっていうのに今注目してます。もしペロトンがこれ10をさらに下回って、8とか7になるような展開、要は、次の決算を超える前に、7とか8とかになる展開があれば、ちょっと、これはまだまだ下がる。正常ラインがどっかっていうのはちょっと見えなくなるような。逆に言えば、他のテックグロースはまだまだ売られるぞっていうところでね、今の私はペロトンの PSR っていうのは非常に注目してます。で、これに投資するしないと関係なく、私は今こいつは最もその正常化のとこまで落ちたんじゃないかなと思ってます。で、こいつがもし正常化まで落ちたんなら、ペロトンの向こう2、3ヶ月の株価っていうのは決算に素直に反応するはずだ。であれば、今他のね、まだまだ落ちきってるテックグロースも、このペロトンを見ていれば、下がりきったサインがどこでわかるのか見えて、その下がりきった時に、YOY60、70の
今後、どん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 成長していく会社にお金をドーンって突っ込んで、あとは3年寝てるだけで、株価が2年後、3年後に2倍、3倍になるってね。まあ、そんな感じのストーリーになるんじゃないかなと思って、今私非常にわかりやすく、長期投資に向いてる時期だなというふうに考えてますっていう感じです。ちょっとね、すごい長くなったんですけども、次の動画では、この動画をもとにね、じゃあ今回のこのバリエーション圧縮局面、マクロ PSRF が下がってる局面で、次のクォーターの決算とかで、まあどういったことが起きるのか、どういった変化が起きるのかっていうのをね、さらに深掘りしてね、話していこうかなというふうに思ってます。で、今日ちょっとすごい長い動画になってしまったんですけどもね、今日の動画もし役に立ったら参考になったよって思っていただければね、こちらおまけ、投げ銭用のノートは出してますのでね、こちらにサポートいただければ嬉しいですし、実は今日の話ね、こちらの内容と非常に関係の深い話になってます。そしてちょっと、すでにご購入された方には申し訳ないんですけどね、今日だいぶね、重複する内容あったかと思います。とはいうものの、このノートにしか書いてないこともあると思いますし、まあ、これほどコンテンツおまけ程度なのでね、正直、今日の動画見ていただいた方は別にこれを買う必要もないですし、ここにしか書いてない秘密のことも一切ないのでね、あくまでも主軸としては、まあ、動画役に立ったと思っていただければね、200円、500円ね、投げ銭いただければ嬉しい。まあ、もしよろしければね、こちらの方を見ていただければ嬉しいです。というところで、今日はね、2021年3月31日、雰囲気で投資するな、改めて価格決定のメカニズム、正しい株価とはという内容でお届けしました。次はね、この動画をもとに、株価が圧縮している局面で、もうちょっと PSR とか売上成長でね、どんなことのメカニズムが働いているかっていうところのお話をしていこうかなと思っています。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。